え自分はゲイなんですが LGBT の大風呂式をフェミニストや他人から揶揄されることが嫌なだけでジャイアニロ論を振り向かれることに嫌悪感しかありません LGBTQ という雑な大風呂式をどうにかしたいんですがどうにかなりませんか LGBT について認識を深めないといけないのは LGBT の人自体だと思うんですがどう思いますか LGBT の差別意識が強いのは LGBT の人自体だと思いませんかうんあのなんか LGBT を許容してる私っておしゃれで先進的でしょっていうタイプの人がちょこちょこいるんですよね そのなんかあのこの人好きなぜならゲイだからみたいなあのゲイの友達が欲しいみたいなそのうんなんかそのマイノリティの人のことを理解して許容しているから私はそのなんかあの社会を理解しているおしゃれなんですよっていうののそのなんかトロフィーとしてその。 ゲイの人を使うのも、それはそれでそのゲイの人に対する記号化で、なんかゲイを人間として見てるんじゃなくて、そのなんか自分が自慢をするためのラベルとして使ってる感があって、あんまり僕、だからその、その LGBT のことを理解できる派閥の人好きじゃないんですよね。あの、まあ、別に僕もそのあの、いろいろなその知り合いで、そのなんか L だったり G だったりの人はいますけど、 別にその何か取り立てて「だから何?」ってないんですよね「あそうすかゲイすかあそうすか」みたいな別にあのほら 例えば、女の人が私ヘテロですっていちいち言っても、あ、そうっすか。でも別にあの僕結婚してるってどうでもいいっすって話で、ね。で、それがその、まあ、ゲイの人でも、エールの人でもヘテロの人でも、まあ、別にあの、あ、そうっすか。別に僕はあの性的には興味ないっすっていうだけの話なので、なんかその、いちいち自分の性的思考を他人に言ってくるとか、なんか、こういう性的思考の人どう思いますかとか、どうでもいいんすよね。うん、なんか、なんだろうな。あの、 スイカ超好きっていうので、あ、僕もスイカ好きだよだったらスイカの話すればいいと思うんですけど、なんか俺ゲイだからどんな男がそそるか話しようぜとかって、なんかゲイの人やらないじゃないですか、別に。あの、それはゲイの人同士でやるわけで、そのストレートの人にはあんまりやらないんですけど、なんかその妙にその LGBT の人に LGBT の話をさせたがる人っているんですよね。 なんか、うん、どうかなと僕は思うんですけど、はいまあ、でも世の中なんかそういう人も多いのでねなんかどうかなと思っていつつも、まあ、そんなもんなのかなと思ってます。はい